ミランダは天皇星の第五衛星である。他の天皇星の大型衛星と同じように、天皇星の赤道面に近い軌道で公転している。しかし、天皇星が横倒しで自転しているため、太陽、あるいは王道に対しては横倒しで公転していることになる。そのため、ミランダは天皇星と同様に極端な季節変化がある。 ミランダの直径は、わずか 470km であり、静水圧平行の状態にある太陽系の衛星の中でも最小級のものの一つである。なお、静水圧平行を満たしていることがわかっている、最小の衛星は、土星の衛星のミマスである。ミランダは、太陽系の中で最も極端かつ多様な地形を持つ。高さが2 0トルと太陽系最大の落差を、 誇るベローナ断崖が有名で、金星にも見られるコロナと呼ばれている、地殻変動の痕跡も残されている。この多様な地形の起源と進化については、完全には解明されておらず、ミランダの形成についても、複数の仮説がある。ミランダは1948年2月16日に、マクドナルド天文台で観測を行っていた、ジェラルド・カイパーによって発見された。 ミランダという名は、ウィリアム・シェイクスピアの儀曲、テンペストに登場するプロスペローの娘の名前に由来する。2018年現在、ミランダに接近して画像を撮影したのは、ボイジャー2号のみであり、1986年1月にフライバイによる接近観測を行った。その間ミランダは、 南半球を太陽に向けていたため、その部分の観測にしか成功していない。ミランダは、1948年2月16日に、マクドナルド天文台にある合計82インチの、オットー・シュトルーベ望遠鏡で観測を行った、ジェラルド・カイパーによって発見された。同年3月1日に、天王星の周りを公転していることが確認された。ミランダは、 ここ100年の間に発見された天皇星の衛星の中で最初に発見されたものである。カイパーはこの衛星にウィリアム・シェイクスピアの儀曲テンペストの登場人物からミランダと命名した。それまでに発見されていたアリエル、ウィンブリエル、チタニア、オベロンはウィリアム・シェイクスピアかアレクサンダー・ポープの作品の登場人物から命名されている。 これら四つの衛星はすべて作品に登場する。精霊の名前が由来になっているが、ミランダは人間の名前が由来になっている。その後発見された衛星は、精霊か人間かにかかわらず、すべて、シェイクスピアの作品から命名されている。型有名の他には、ヨーロネス V という名前も持つ。 天皇星の五大衛星のうち、ミランダは最も天皇星に近い 129,900km の距離を公転している。これは天皇星の間の外縁にあたる距離である。公転周期はわずか34時間で、超積力によって、自転周期は公転周期と同期している。そのため、ミランダは月のように天皇星に対して同じ面を向け続けている。 ミランダの軌道傾斜角は非常に大きく、他の天皇星の規則衛星と比較すると10倍以上も傾いている。なぜこれほど軌道が傾いているかはわかっていない。ミランダは軌道傾斜角の増大を説明できるような他の衛星との平均運動共鳴を起こしていない。そのためミランダが過去に二次共鳴を通過したという仮説が提案されている。 これはミランダが過去のどこかの段階で一時的にウンブリエルとの3、1の共鳴に固定され二次共鳴によるカオス的な振る舞いによって再び共鳴から脱出したというものである。天皇星系では惑星の変平率が比較的小さいことと相対的な衛星の大きさが大きいため天皇星の衛星が平均運動共鳴から脱出することは 木星や土星の衛星が共鳴を脱出するよりも、はるかに簡単である。1986年1月に、ボイジャー2号が撮影した、ベローナ断崖の拡大画像。高さは 5km と推定されているミランダの密度は、約 1.2g マイリッセンチメートルであり、球状の天王星の衛星の中では、最も低密度の天体である。この密度の値からは、 蘇生の60%以上は氷であることが示唆される。ミランダの表面はほとんどが低密度の氷からできているが内部はメチルノを含む有機化合物や計算塩岩によって構成されている。放射性物質の崩壊熱によって内部は分化していると考えられる。ミランダの赤道半径は極半径よりも3%大きい。 ミランダの表面で検出されている物質は水のみで、あるが、メタン、アンモニア、一酸化炭素、窒素が3%の濃度で存在すると予想されている。この素性は土星の衛星衛星に類似している。天王星が横倒しになって好転している影響で、ボイジャー2号が天王星を通過した際は、ミランダの南半球のみが観測可能であった。 ミランダの表面には深さ 20km 以上に及ぶ巨大な渓谷が縦横無尽に走っており過去に破壊的な地殻変動があったことを示している。また、高さ 20km のベローナ断崖は基地の太陽系の天体で最も大規模な崖である。ミランダの南半球には競馬場のように内部に溝が走ったコロナと呼ばれる地形が 長さ2 0 0トルにわたって3つも連なっている。深さは約2 0トルもあり、シェイクスピアの劇中の登場人物より、それぞれアーデン、エルシノア、インバネスと命名されている。これらは地下深部からの上昇する物質によって、近くの岩石が破壊されたり、持ち上げられてできたドーム状の地形、大アピールである可能性がある。 画像があまり得られていない南半球の地域にも同じような地形が存在することがコンピュータモデルから予測されている。クレーターの密度から推定するとミランダ表面の一部分の年齢は1億年未満であり、その他の大部分の領域は古い地形である。ミランダほどのサイズの天体が表面に見られるような地質学的特徴を作り出すのに、 十分な内部エネルギーを持っていた理由については、詳細はまだわかっていない。最近の仮説では、かつてミランダが、ウンブリエルと、軌道共鳴状態にある際、超汐加熱により、表面で、地質活動が生じたと考えられている。軌道共鳴により、ミランダの軌道離心率は0.1程度にまで増加し、 天皇星からの潮積力の大きさが変動することで、ミランダ内部では、潮積摩擦が発生したと考えられる。つまり、近天付近で天皇星に近づくにつれて、潮積力は増加し、炎天に向かって遠ざかるときは、潮積力は減少する。この潮積摩擦によって、ミランダ内部の温度は20計上昇し、内部が溶融するのに、十分な温度になったと考えられる。 超積加熱が大きかった時期は少なくとも1億年にわたって続いたと考えられる。また天王星の衛星にはクラスレートが存在する可能性が指摘されているが、クラスレートは水よりも熱伝導度が低いためミランダに存在した場合は断熱材として働く可能性がある。この場合、ミランダの内部温度はさらに上昇していたと考えられる。また、 ミランダはアリエルと5、3の軌道共鳴状態にあった可能性があり、それもミランダの潮積加熱に影響を及ぼすはずである。しかし、それはウンブリエルによるものより約3倍弱いとされている。ボイジャー2号の観測からミランダの地形はミランダ自身が一度破壊されて粉々になり再び凝集して再形成されたことにより作られた可能性が示された。 天皇制で2007年12月7日に起きたミランダによる日食。メディアを再生するミランダの表面を再現した立体映像。ミランダの死闘級は約16.6等で小型望遠鏡で捉えることはほぼ不可能である。ミランダの詳細な性質のほとんどは1986年1月25日に天皇制をフライバイした。 ボイジャー2号の探査によって得られたものである。ボイジャー2号はミランダから2万 9000km の距離を通過しており、これは他の天皇星の衛星への接近観測よりもずっと近い。ありがとうございます。